テニスの女子シングルスで世界ランニング2位のイガシフィオンテク、ポーランドのドーピング違反をめぐり各方面から疑問の声が上がっているテニス界で不正を監視する機関として知られる国際テニスインテグリティエージェンシー ITIA はシフィオンテクに1ヶ月の出場停止処分を科したと発表8月のドーピング検査で禁止薬物のトリメタジンが検出され 9月12日から暫定的に出場停止処分を受けていたものの、ITIA は選手の過失について、重大な過失または怠慢なし、との見解を示した。そんな中で、女子シングルスで元世界ランキング1位のシモナハレプ、ルーマニア、はインスタグラムを通じて、なぜ扱いや判断にこれほど大きな差があるんだろう。論理的な答えは見つからないし、あるとも思えないと不満を取ろ パレプは4大大会2勝を含むツアー通算24勝を誇るが22年に禁止薬物のロキサディスタットが検出された恋の摂取を否定するも約2年間コートに立つことができなかった選手だけでなく中国メディアテニスホームも今回の騒動に反応テニス界で何が起きているのかとの見出しを立てた上でシフィオンテクのドーピング事件は 他の選手から強い反発を引き起こした。カナダのデニス・シャポバロはシフィオンテクの出場停止期間に不満を除かせ、ポーランドの選手からも選手によって処罰の仕方が異なるようだと疑問の声が出ていると報じた。テニスだけでなく、様々な競技で波紋を呼ぶドーピング問題。選手たちの苛立ちも日に日に高まっているようだ。